縄の美味しいお店をドライブしながら紹介するハングリーナ。人が美味しいご飯を食べる姿を私沼尻和樹が実況させていただきます。本日のハングリーナは2度目の登場、アミちゃん。今月のドライブカーはトヨタのヤリス。操縦性抜群の軽快な走りにトヨタ初の最新機能や安全性能を盛り込んだ新スタイルのコンパクトカー。それでは早速参りましょう。美女とグルメを本気の実況でお伝えする新感覚番組ハングリーナ。カメラさん来てください。早速アミちゃんに案内されて向かったのは海の見えるテラス席。ここは瀬長島海風テラスにある海と餃子と沖縄そばカプリシャス食堂。心地よい潮風に吹かれながら海の見えるテラスで食べる本日のグルメはこちら、蒸し鶏と島野菜の沖縄そば。この沖縄そば湯気が出ていないが大丈夫か。いやそうなんです、実はこの沖縄そば冷たいんです。冷静出していただく沖縄そば。アミちゃんは早速麺からツルツルっと食べていった。体に突き抜ける爽快感。そして二口目はスープをいく。そのお味はどうなんだ。言葉にはしないがその表情が物語る。関西風の出汁と生麺の辛みは絶品に違いない。そして沖縄そばを彩るのは今が旬の島野菜、ふんだんに使われている。撮影スタッフもより多くの野菜を見せようとお皿をいつもよりくるくる多く回している。こんなにふんだんに島野菜を使っているなら天然を海と餃子と沖縄そばと島野菜にしたらどうだろうか。実はちょっと野菜が苦手なアミちゃんだがこの沖縄そばだったらバクバクといける。もう箸が止まらない。さらにシークワーサーを絞ることでさっぱり、女性人気ナンバーワンメニューがその座を確実なものとする。カプリシャス食堂、カプリシャスとは気まぐれ。気まぐれでこんなこだわりメニューができるなら今後の可能性は無限大だ。麺がツルツルもちもちであっさりしたスープがすごく美味しかったです。まだまだ小腹がという方にはヤンバル豚を使用したこだわりの餃子もおすすめ。噛むと肉汁があふれるジューシーな餃子、自家製のタレとラー油でお召し上がりください。ここで皆さんへプレゼント。ハングリーナのインスタグラムをフォロー。カプリシャス食堂の写真にいいねをしてくれた方の中から抽選で餃子1人前をなんと30人の方にプレゼントします。詳しくはインスタでハングリーナと検索してください。